この町には住人の誇りでもある常設の投票所があるんです。私もその投票でこの町の皆さんから公平に選ばれたんですよ。この町の領主は何か不正なことをすればすぐに新しいものに取って代わられるのです。なんと公平で素晴らしいことなのでしょう。おっと、そうそう、ここが漁師の館です。まあ今の私の住まいですがね。さあどうぞ中へお入りください。改めてお礼を言わせていただきます。救世主様のご来訪に町の者すべてが喜んでいます。これからは異端審問官たちの襲撃を恐れなくても済むなんて。どういう意味じゃなそれは。あ、マルコ様から聞いてはおりませんか。ちょっと待ってください。僕はただこの町が平等と人権を重視した素晴らしい町だということしか聞いていませんが。それが問題なのです。平等と人権は当然この世界の7つの大罪に抵触します。無論我が町でも来るべき異端審問官たちの来襲に備え有志を募って自警団を組織したり火薬を使った新兵器を開発してはいます。しかし所詮我々は戦闘のプロではありません。しかも隣町のゴモラの奴らがそのことを異端審問会に密告するかもしれないんです。テルビムさんからはゴモラも平等な町だと聞いていますが。あの町はダメです。平等も所詮は形だけで住人たちには自由がありません。さらに住民もまた上からの命令通りにしか動こうとはしない。あの町はそんな怠け者の住人を育て上げる腐ったシステムの町なのです。その上奴らは住民たちを強制的に兵隊に仕立て上げる徴兵制という制度を使って軍備を増強し、奴らの政策に従わない我々の町を攻め滅ぼそうと企んでいるのです。救世主様ご一行にはどうかこの町にとどまって我々を守っていただきたいのです。それが本当なら許しちゃおけねえな。でもそうは言っても我々も先を急ぐんじゃが。ではせめてゴモラに行って余計なことをさせないように進言してはいただけませんか。彼らも救世主様の言うことなら多分聞いてくれることでしょう。私はそう信じたい。実際に行ってご覧になればわかります。その上で我々の願いについてご一行ください。行ってみるしかないじゃろうな、ゴモラの町へ。さて、救世主様ご一行とやらはどんな判断を下すのでしょうか。おお、この町の町並みは実に無理なく自然と調和して作られておるの。ええ、機能的で実に無駄がないですね。しかしその分冷たい印象がありますね。おい、あっちにいるのは町の連中じゃねえか。ようこそ我らがゴモラの町へ。親愛なる同志、救世主ご一行、私がこの町の代表ベルフェと申します。ケルビム殿から連絡を受け皆様が来るのを心待ちにしておりました。どうです、ゴモラの町は素晴らしいでしょう。この町では全ての人が町のために働いているから、このような調和の取れた町並みになるのです。当然
羽の色に関係なく、学校や病院といった施設が全て無料になっています。さあさあ、どうぞこちらへ。町をご案内いたしましょう。
Check it out, show.